はい、皆さんこんばんは、では始めていきます。言ってみよう。女だもんね、ほら、女もうワイヤーでビシビシ止めていくしかないね。超暴れん坊ですよ、これ。超暴れん坊の連携だからね、先生よろしくって市場で言われたんだけど、はい、暴れん坊ちゃんは見事に言うことを聞きました。皆さんこんばんは。お疲れ様でした。
最初の暴れん坊ちゃんも手こずったっていうか、まあ、まあ最初から手こずる家財ですよね、あれはね。昨日か、昨日の夜市場に行った時に、あの暴れた人魚があって、の市場でこの子を連れてってくださいと言われまして、で、連れてきました。まあ、ああいう蓮魚とかは手に負えない家財の一つ、まあ僕なんかしてみるとああいうのはどっちかっていうとこうやりやすい家財の一つでもあるんですけど、まあ、他の一般の人たちから一般のなんかこうデザイナーさんとか一般の花屋さんからしてみると、扱いにくいのかもしれないですね、今はね。まあ、だけど、まあ、あれをね、まあこう、暴れてるじゃないですか、すっごい暴れてるけど、暴れてるのを、暴れてるからってこう、短くね、短くっていうか、枝でカットしていくと、もうね、なんつうのかな、こう一点からこうふわっと出たこういうアレンジしか、よく花屋がさんが、まあ、作ってるじゃないですか、インスタでも YouTube でも、まあスペースっていうのは決まってて、まあ座るね椅子とかの動線で接触しないようにっていう部分もあるじゃないですか。だから結局暴れてる蓮魚も場所によってはドーンとこう、例えばあれを横浜のみなとみらいホールのね、大ホールとかに行けるんだったらもう暴れたまんま行ければいいわけですよ。だけどあれを逆にあれを横浜みなとみらい大ホールとかああいうステージで蓮魚を今日みたいに行けたら、それでは全然その蓮魚の良さが出てこないんですね。もっとこうやっぱり暴れたまんまこうドーンっていけてあげた方がかっこいい曲になるわけですよ。ただまあこういう場所に来た時にはそのドーンと行けたらもうそれはお客、要するにこの店としては大迷惑な話になっちゃうじゃないですか。だからこうアート的にこうまとめてくるんですね、それはね。だからまあ場所場所に行った時にその行けるものがどう変化していくか、変化させていくかっていうのがイケテの腕の見せ所であって、まあ要するにこう引き出しのないやつは結局短く切っちゃったりするんですよ。とりあえずね、何が一番かわいそうかって蓮魚を蓮魚を育ててきた生産者とか、まあ蓮魚自体とかはねかわいそうなわけです。それはああいう蓮魚をねこうどうやってアレンジしてくれるんだろうと思って生産者とか山切りの人は多分持ってくるんですよね。山主って結構すごい枝物とかを自分で出した時ってその作品を見に来てくれるんですよ、割と。その時にね、その切ってきた人に僕なんかいつも、いやさすが先生に出てもらったらすげえ良くなったってみんなにね言われるんですけど、それがそこでがっかりさせるような意気込みをしちゃいけないわけですよ。だからねそこがやっぱ難しいところでね。でその山主さんとかにこの人に出てもらいたいと思うような人になっていかないといけないんですね、今度は逆にね。